皆さんこんにちは、ことみチャンネルです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今回は埼玉県にあります深谷花園プレミアムアウトレットに来ております。こちらの施設、2022年の10月オープンしたばかりの新しい商業施設となっております。アウトレット初出店のお店も含め全137店舗もあり、ワンちゃんの OK のお店もたくさんあるドッグフレンドリーな施設となっております。今日はこの施設について分かりやすく、そして深谷ならではの地元グルメもたくさんご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。あそこが深谷花園駅です。ここからねすぐだから電車で来ても便利ですね。あとここ駐車場、ここは P4 になります。駐車場ねたくさん止められます。ここ P4 で、あっちに P1、P2、P3 とたくさん駐車場もありますので、止められないってことはないのかなっていう感じがします。ペット同伴のお客様へ、だってこれねお店にこのステッカーが貼ってあるから分かりやすいのはいいですね。あと入れるお店も必ず顔や体が隠れるような形で入らなきゃいけないそうです。あとはねどこと他のとこと一緒だね。あ、こういうのもね、これ読み取り多分できると思うので、気になる方はこちら読み取ってください。エリアがですね、このフォレストフィールドというところとブリックフィールドというところ、この食べるところはフードロッジ、この3つのエリアに分かれております。こっちのねフォレストフィールドから回ってみたいと思います。このウッド調の感じとかがさ、いいよね、なんか、落ち着くね。本当だね、いいね、いいね、雰囲気が、でこう椅子とかいっぱいあるから買ったもの、そこのお寿司とかもさ、ワンちゃんダメなんだけど、うなぎとか、テイクアウトできればこういうところで食べれるじゃん ね、 ソファーみたいな。椅子もソファーがあったり、普通の硬い椅子もあるし、木の椅子ねえ、あ、お蕎麦もいいね。あら、な、見てこれ、見てこれ、なんかテレビでこういうの見たことある、ふわふわの卵かけご飯ある。え、食べてみたい。でもここ多分ワンちゃんダメなんだよな。まずは地元野菜である深谷ネギを使ったメニューがいただけるお店に行きたいと思います。ありました、セガフレードカフェ。ここはね、深谷ネギを使ったペペロンチーノとかピザとかが食べられるお店だそうです。これね、せっかく深谷に来てるので、この深谷ならではのものをね、食べてみたいと思います。こちらはゴロッと深谷ネギ、チキンとトマトのペペロンチーノです。いただきます。うまい、ネギがうまい、甘い。ネギと鶏肉一緒に食べてみよう。ニンニクの味がしっかりしてすごい美味しい、ペペロンチーノ、量しっかり入ってるよ、ほら。本当だね、重いだね。いつもそう、パスタちょっと足んないなって時あるじゃん。でもこれすごいしっかり入ってるから、こちらはゴロッと深谷ネギピッツァオルトナーラです。ナスやパプリカ、ズッキーニなどが入っています。じゃあいただきます。あら、美味しいね、ネギ。美味しいよね。ネギってさ、食べた後口の中にネギ臭さが残るじゃん、ちょっと、全然そのネギの臭みがない、ネギが嫌いな人でもなんか食べれるんじゃないって感じ、甘いし、みずみずしいし、美味しいです。続いてフードロッジとガリガリ君のエリアに行ってみましょう。あ、フードコートここだ。おお、そうなんだ。ワンちゃんテラス席が OK だそうです。ベルサーチとか、ハイブランドのお店もたくさんありますね。あ、ガリガリ君、そんなこと言ってる間にガリガリ君、ガリガリ、ね、え、こっちはガリガリ君と記念撮影。あ、ガリガリ君、あそこだって。
ガリガリ君遊ぼうじゃなくて遊ぼうガリガリ君ここはあ、ワンちゃん OK だって。はい、セット完了。ガリガリグッズ、 T シャツ帽子、シャキコさん知らない。ガリ、大人なガリガリだって。あれ乗りたいな、怖いかな。頑張って。これ40代のおばちゃんが一人で乗るの結構恥ずかしかったんですけど、怖すぎず緩すぎず、おばちゃんにはちょうどいいスリル感で結構楽しかったです。お買い物ついでに皆さんも乗ってみてはいかがでしょうか。続いては長瀞とがれというお店に行きたいと思います。 50% オフ、安いね、うん。ここコルグ、世界初のアウトレットのお店だそうです。アウトレット、楽器屋さん、楽器屋さん、ウクレレとかもあるよ。なんかウクレレ、うん、あれウクレレなの。そうじゃない、小ギターか。小ギター、小ギター長瀞とがれに着きました。こちらは味噌ポテトやきなこソフトクリーム、地酒の専門店とのことです。ワンちゃん入っていいとこだって、うんうん。こちらがメニューです。クラフトビールや地酒、軽食やソフトクリームなどがあります。私たちはこのきなこソフトクリームを注文。待って、ペロペロしてる、かわいい。お芋、お芋食べてみようか。すごい、ほらきなこがかかってる。なんか面白いね。いただきます。うんうん、うまい。美味しい、うん。ちょっとソフト食べてみよう。見てこのきなこの量きなこでむせた。食べ物でやたらとむせる40代。うん、すごいきなこ、めっちゃ美味しい。おいちゃん、ちょっとかじる。はい、パク。あれ、ちょっとと見せかけてパクっていったね。こっちよかったね、お芋食べられましたね。この長瀞とがれの隣にあるモイ埼玉マルヒロは、埼玉の老舗百貨店マルヒロ百貨店が手掛ける埼玉名産品を中心とした食のセレクトショップとのことです。ちょっと行ってみたいと思います。美味しそうなお惣菜やうどん、ピクルスなどが並んでいました。私はこの塩だれ深谷ネギを購入しました。焼肉のネギ塩のようなものを想像していたのですが、そういった味ではなく、何やら複雑な味付けがされています。納豆に入れたり豆腐にのせたりしてもとても美味しかったです。続いてはチャーシューの専門店に行ってみたいと思います。チャーシューアトリエ、何、あ、え、チャーシュー麺、チャーシュー麺ってこと。すごいね、チャーシュー、豚骨醤油、すごいね、このチャーシュー麺、チャーシューの量がトロッとしてそう。お土産でチャーシュー買って帰ろうかね。こちらのシューマイ20個入りと赤身のチャーシューを買って帰りました。シューマイはふわふわ系というよりもギュッとお肉が詰まった肉肉しい系のシューマイです。大きくて食べ応えもあり、お弁当に入れても美味しかったです。エビシューマイはエビがプリップリで、中までしっかりエビが入っていて、こちらもとても美味しかったです。続いてはサンクゼールに行きたいと思います。こちらは長野県にある自社工場で手作りをしているジャムやパスタソースなどを取り扱っているお店です。こちらではガーリックシュリンプ風アヒージョを購入しました。面倒だったのでパンにのせてそのままトーストしていただきましたが、味がとても濃厚ですごく美味しかったです。そしてこちらのズワイガニのトマトクリームソースも、カニの風味がすごく濃厚でとても美味しかったです。続いてフードロッジに戻ってきました。こちらにも美味しいものがたくさんあり、またテラス席はワンちゃん OK とのことなので行ってみたいと思います。ここでこうね、分かれてるんだね。ワンちゃんはリードに座っていくか、カゴに入るなどしてくださいって。リードでもいいみたいね。ワンちゃん OK のところ、こんなたくさんあるよ席。で今ほら見て、このモバイルオーダーで席から注文できるっていいね、すごい便利。やってみよう。ただいまオンラインでの注文を受け付けてますって。じゃあ
行ってきます。お店はいろいろ入っており、タコスに韓国料理、カレーやローストビーフ、パスタなど、そしてラーメンやステーキ、中華などがありました。私たちはこの本気の薪ステーキというところでステーキを注文。こちらは日本では珍しい薪でステーキを焼いてくれるお店です。薪の香りが食欲をそそります。そしてお肉は国産牛と和牛のみの取り扱いとのことです。薪焼きステーキ 180g です。いただきます。風味が香ばしい。私もじゃあちょっと塩で食べてみよう。よかったね、毛布持ってきて。寺寒いもんね、続いてはチーズガーデンに行きたいと思います。こちらはチーズケーキやチーズクッキーなどチーズにこだわった焼き菓子が購入できるお店です。私たちはここの看板メニューである御用邸チーズケーキを購入。こちらは数種類のチーズをブレンドして作られたこだわりのチーズケーキとのことです。温めて食べるとふわふわのスフレチーズケーキのような食感、冷やして食べるとニューヨークチーズケーキのような濃厚なお味になり、食べ方を変えることでいろいろ楽しめるのもいいです。また常温保存できるのでお土産にもおすすめです。こちらにはカフェスペースがあり、美味しいチーズメニューがいただけます。テラス席ではワンちゃんと一緒にお食事ができるのも嬉しいです。この後私たちはチーズガーデンの隣にある和カフェつむぎで美味しい和のスイーツをいただくことにしました。こちらではスイーツだけではなく体に優しい和食もあり、また創業150年以上を誇る大阪の老舗茶屋タフ甲州園本店の洗練された美味しいお茶がいただけます。こちらもテラス席はワンちゃんと一緒にお食事ができます。これ見て、すごいくるみスープだって。スープ、ちょっとこれだけで飲んでみよう。あら、おいしい。くるみドリンクみたいな感じ。あ、ふろ、はい、こちらにかけていただいて、あの熱いのと冷たいののバランスを楽しみながら召し上がってみてください。 はい、ありがとうございます。ほうじ茶のやつかな、すごいね、このもみじとかと。おいしい、うん、口の中にほうじ茶が広がる。ちょっとかけるよ、うん、すごい本当にビッチビチだねこれ、美味しいお茶の入れ方も丁寧に教えてくださいました。あー、いい香り。お茶、お茶いただきます。あー、お茶いいね、日本茶最高。日本茶だよ。ここがペットプラダイスと上島コーヒー店がコラボしているお店です。あそこのね、テラス席でワンちゃんと一緒にコーヒーをいただくことができるそうです。奥に見えているのが深谷花園駅です。駅の前は芝生になっており、こうしてワンちゃんがのんびりお散歩ができる場所があるのも嬉しいです。やっとこっちゃんの時間だね。でもさ、グランベリーとかベイサイドマリーナとか軽井沢とかいろんなアウトレット行ったけど、ここ一番ちょうどいいよね。なんか広さがまずちょうどいいよね。広すぎず狭すぎず、疲れ、そんな疲れないですか。ここ結構ワンちゃん OK のお店すごい多い。ワンちゃんに優しい。ここは本当いいね。近かったらしょっちゅう来たいぐらいおすすめのアウトレットだね。来てよかったね。長い動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。動画がいいなと思ったらいいねやチャンネル登録、ぜひコメントなども残してもらえるとすごく嬉しいです。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。